平深島の一地図平深島、別名、海段島は、中国福建省の東海岸沖、瓶江の三角港の南側に位置する島。福建省では、最大の島であり、中国の島としては5番目に大きい。平深島は、行政区画の上では、周辺の多数の小島や、本土側の一部とともに平深県を構成している。平深県に属する町のほとんどは行政上の中心地である誕生地も含め平深島にある。島の海岸部の大部分では埋め立て地の造成が進められており、大規模な建物やインフラ整備の計画も進んでいる。平深ビーチ平深島は海段海峡を挟んで中国本土と隔てられている。島に近い本土の大部分は県級市である福清市に属しており、地級市である福州市の一部となっている。平深島は台湾海峡を挟んで台湾と隔てられている。2010年に平深島と本土を結ぶ橋が完成しているので、平深島は中国本土で台湾に最も近い場所とみなすことも可能である。台湾側の台北市や台中市とはフェリー航路で結ばれている。現下の国際的合意によれば、平深島の南端が東シナ海と南シナ海の境界となっている。国際水路機関の太陽と海の境界の現時点では、未採択の改定草案は島の北端を東シナ海と台湾海峡の境界とし、南シナ海の北端を台湾環境の南端まで南下させることを提案している。当地は2001年に国際連合教育科学文化機関の世界遺産の暫定リストに複合遺産海段風景区として登録された。平深島は観光に大きく依存しており、海外から投資を呼び込むことで経済成長に拍車がかかること期待を寄せてる。海段海峡に架橋された最初の橋が完成したのは2010年11月で、島と本土側の福清が結ばれた。全長4976メートルの架橋には14億人民元が投じられた。福州と平淡を福州市長楽区を経由し、多数の鉄橋を経て結ぶ全長 88.5km の鉄道、福平線は建設中である。この計画は、2012年11月に承認されたものである。この路線は2013年10月から着工され、5年半の工期での完成が見込まれた。2019年9月25日には時速200キロの列車が複線走行可能な強度を持つ平深海峡大橋が開通した。正式開通は2020年10月に予定されており、同年12月に開通した。2012年初めに大規模なクラウドコンピューティングの拠点が平淡に設けられることが発表された。平深島では43万平方フートの面積を持つ規模となる平深美術館が建設中である。この美術館の設計は中国とアメリカ合衆国に活動拠点を置くマッドスタジオであり、人工島の上に2016年に竣工する予定であるが、2020年6月時点で、現在も該当する場所は、更地のままになっている。ありがとうございます。